この冬に行きたい岐阜県の雪景色が最高なスポット、皆さん知ってますか？雪景色がマッチしたいつもとは違った岐阜の魅力をお伝えしていきたいと思います。昼の観光スポットから夜も楽しめる観光スポットまで全てをご紹介。はじめまして、愛知県をメインに全国の観光スポットを紹介している丸です。それでは早速岐阜の観光スポット行ってみよう。それでは早速到着したのが岐阜県の有名な世界遺産白川郷です。天守閣展望台からは白川郷の集落が一望できます。観光客は外国の方がかなり多かったです。集落を散策していると賞味期限3分の飛騨牛握りを見つけたので早速食べてみることにしました。せんべいがお皿になったこの飛騨牛握りの3貫1分も経たずに食べ終わっちゃいました。めっちゃ美味しかったです。白川郷は結構広くてゆっくり観光すると 1-2 時間はかかるんじゃないかなと思いました。それでは早速次のスポットに行ってみましょう。続いて到着したのが高山にある高山の古い町並み。タイムスリップしたかのような雰囲気のある食べ歩きのできる観光スポットです。雪景色も楽しめて個人的に大好きな場所。今回はたまたま見つけどでかいせんべいのお店に立ち寄りました。その場で焼いてくれるのでこれがまためっちゃ美味しいんです。続いてはここからすぐ近くにある日枝神社に行ってきました。ここはあの有名な君の名はの聖地でもあり、人気アニメの評価に登場する神社のモデルにもなっているそうです。君の名はや評価を見たことある人は一回は行ってみたいスポットですよね。雪がすごかったせいかほぼ貸し切り状態になっていました。ゆっくりと観光できたので個人的には良かったです。僕はここで今年の新年のご挨拶をしてきました。続いては飛騨大鍾乳洞へ行ってきました。全長約800メートルある観光鍾乳洞で、観光鍾乳洞としては日本一高い標高900メートルの場所にあるみたいです。自然に作られたこの岩の形に僕は感動しました。鍾乳洞内は真っ暗ではなく青い光でライトアップされているので怖さはほとんどありませんでした。想像していたよりかなり出口までの距離が長かったので少し疲れちゃうかもしれません。一応途中にも出口があるのでそこから帰ることもできるみたいです。僕は頑張って最後までゆっくり観光しながら出口を目指してきました。滝も流れていて自然を満喫できる観光スポットだなと思ったので結構おすすめです。鍾乳洞を出たところには山の斜面が青白い氷に覆われた氷の渓谷が現れます。冬季限定でこの氷の柱を楽しむことができます。目の前で見ると圧巻でした。最後は樽間金氷ライトアップです。ここは無料で入ることができて色鮮やかにライトアップされた氷の柱を楽しむことができます。幻想的な雰囲気のある空間がそこにはありました。岐阜の冬の観光スポットいかがでしたでしょうか？気になった方はこれから冬本番なので足を運んでみてはいかがでしょうか？